特集再生回数上位。5位から1位まで2023年。古代歴史九州産地サバイバー。原住民の現地情報まとめ総集編。第5位。卑弥呼の墓か？縄文海進シミュレーションが明かす古代遺跡の真実。神秘的な神社に隠された歴史ミステリー。この動画は速度を 10% アップしてお送りします。焚き火。古代の狼煙を思い起こす。さて、ここからは古代旅。絶景体感。景色動画となります。やっと本領発揮の時間になりました。一旦停止して、ここから見える地形を確認します。唐突にもこっとある感じですね。参考までに古墳と比較。実は、この辺りに黒山遺跡という縄文時代の遺跡があります。黒山遺跡は昭和41年に調査が行われており、縄文土器が出土しているのですが、実は、黒山遺跡第二地点で、弥生時代の箱式石棺が出土しています。これ、わかる人にはわかりますよね。最近、吉野ヶ里遺跡で発掘された石棺に似ていますよね。もしかして、卑弥呼？邪馬台国？なんて思いますが、こちらの黒山遺跡の石棺も骨しか入っていなかったそうなんですが、吉野ヶ里遺跡の石棺も中身は特に発見されなかったということで、副葬品、棺に物を入れることはしていなかったんでしょうね。骨に関しては長い年月を経て土に帰ることもありますし、そもそもこの黒山遺跡が知られてないから、似てることに誰も気づいていない。弥生時代の組み合わせ式石棺。黒山はかつてのあざ。地名です。黒山遺跡の黒。宇佐神宮に黒尾神社がありますが、竹の内の宿根が祀られており、黒は竹の内の宿根を表すそうなので、これもまた、矢貫神社竹の内神社から、黒山遺跡までの地形を調べると、急に、標高が低くなるあたりなんですよね。これは、実は以前から気になっていたんですが、縄文海進、いわゆる、日本の海岸線は現代とは違っていて、今よりも陸が狭くて海が広かった。最終氷期以降は氷が溶けて海面が上昇していたんですよ。約7000年前。で、こちらの黒山遺跡も縄文早期前期のものなので、時期も一致してます。弥生時代になれば、陸がもっと広くなってそうですしね。縄文海進シミュレーション。現在の海抜1メートルまでが海の状態だと、あまり変わらないですね。海抜60メートルだと、地形がだいぶ違いますね。竹之内神社は、海抜60メートルだと目の前は海。黒山遺跡も、海が目の前になります。まあ、現代よりも海が近かったということです。参考にした海抜60メートルは、いろんなシミュレーターで出てきた数字であり、東日本大震災では40メートルの津波が最大だったそうなので、現実的な最大値プラスアルファだと思っています。竹之内神社、3段あるうちの2段目を確認します。舗装された小道があります。このように、陣取ったか？大きな岩盤、しっかりした土台の上に建設されてますね。反対側からの確認。遺跡感ある、こちらも3段ありますね。反対側と同じようにあるということは、意図的に建設されたかもしれない。
この方向に宮脇というバス停があります。宮の脇、宮のそばにあるということですが、宮竹の内神社のそばにありますよね。竹屋にある竹やぶから竹の園ですね。2倍速再生にします。宮脇矢吹神社、竹の内神社。さて、反対側から1段目を通過します。橋を渡ります。川底が浅くなっています。生活用水として使われたんでしょうね。矢吹神社、竹の内神社。下流の川は深い、落差のある滝があるぐらい川がセキュリティになってますね。参道プラス城下町、町を守りお宮につながる入り口はこうなっています。簡単に入れない感じですよね。戻って1段目の続き、厚い岩盤が確認できますよね。いよいよ竹の内神社へ。まずは会釈。神社の境内はこちら。この日は晴天に恵まれました。少し離れてみると傾斜が急なのがわかりますね。地図では伝わらない立体感、地上で見てわかる立体感。急な角度はピラミッド的に感じます。この日は日光が差し示しているように感じました。これを見て思い出す、やっぱりそうかなと思ったんですが、古代の銅鏡がどのように使われたか、光を反射して模様を映し出す魔鏡という現象があるんですが、もっと実用的な使い方があるんじゃないかと思っていました。いつも古墳に行くたびに気になっていたんですが、古代の人たちはどうやって直線の道を作ったか不思議だった。日光を高台から銅鏡で照らして直線を示した。三種の神器、鏡、剣、勾玉。剣を地面に刺して勾玉を吊るし、垂直、平行を測った。古代の町づくり土木工事はそういうのがないとできそうにないんですよ。神社は高台にあることが多いです。工事の後の土が古墳に使えるし、竹の内神社の近くも町づくり土木工事がされてますよね。太陽が照らす、天照らす。さて、いよいよ竹の内神社、正面の参道ですね。こちら見てわかるように結構高さがあってですね、まあなんか現代的な感覚で言うと、こう交通の便がいい場所っていうのはこう平らにね、こう入りやすくなってるもんなんですけど、おそらくこの神社が山城的な性質というか、古墳とかもそうですけどね、簡単にポッとこう上がれないようになってるというか、逆に山城としてここに外物としたら、逆にこうなんか急になってて入り口が狭い方が防御しやすいじゃないですか。でまあ左右にこのように竹があったりして、竹の内な感じですよねすごいなって。で竹の内神社って鳥に書いてあるんですよ。ですからまあ、ネットで検索すると矢抜き神社で出てくるんですけど、実際多分何も知らなくてここに来たらもう竹の内神社としか思わないですよね。でこのようになっていて、で、まあ、周囲がこのようになんか竹とか木で囲まれてるんで、もしここにいても外からは見えないというか、ある意味この、まあ、屋根もないですけど一つの建物みたいな。
で、この、ねえ、この柱二つが本当なんか古代遺跡感をすごい出してますよね。古代イスラエルと神殿みたいな、本当。でこちらは大東亜戦争の記念碑で、まあ、矢吹神社自体がこう、勝負、勝ち運の神様みたいな話があるんですけど、立派な石碑があって、まあ、大東亜戦争の時に勝利をこう、祈願したというか。で、こちらに、こちらの竹はなんかもっと太い種類の竹がある竹やぶですね。まあ、なんかあそこに、シュロといって、このなんかヤシの木みたいな、南国にあるような、これって、西日本とか台湾、韓国も南部とかですね、そういうところに生えてるものなんですけど、これって、まあ、葉っぱがこういう形ですけど、まあ、扇みたいな感じですね、内輪というか。で、使って、神事の時に使われたっていう。で、竹が美しいですね。立派な竹があって。星マークは大日本帝国陸軍。この鳥居が正面と後ろから見た感じですけど、後ろから見るとだいぶね、鳥居な感じがしっかりしますよね。左に、これはなんか手を洗う手水っていうか、あそこに水が入っているときは、あそこで手を洗ってたんでしょうね。なんか、大石に来たって、ね、景色がすごくいいんですよ。本当、夕暮れ時でしたが、このように、こちらはまあ、神楽とか待ってそうですよね。広さがあって。こちらが拝殿になりますね。なんかあれですね。これ見てるとちょっとなんか私も言葉をなくしちゃうというか。やっぱなんかこの高さですね。段差の高さっていうのが、ほんと古墳とかで、こう、偉い人、というか偉い人の古墳とかすごい高さがあったりするんですね。こちらなんか氏子の方のちょっと名字のところだけちょっと一部撮ったんですけど、この中には竹内さんって人がいなかったんですよ。それがまた不思議で、まあ後の人たちは何らかの事情で別の名字を名乗ったのか、ちょっと不明ですけど、この土手というかですね、盛り土が正面こう今、綺麗にね、緑にありますけど、これも若干なんか人工的な感じがするというかですね、祭神は、まあ、菅原神であったり、早玉王の御事、イザナギの御事、琴坂の御事になってるんですけど、おそらくなんか熊野権現というか、まあ、伝説によると古くから権現様として祀られてたということなんですけど、やっぱ熊野権現系の神様というか、早玉王の御事とか、菅尾の御事っていうのは、熊野権現の中に一緒にまあ、祀られてる神様なんで、そっち系だったんだろうなと思いますね。まあ、いわゆる熊野神社とかね、ありますけど、要は権現様というのが、仏様が神の形をして現れた、みたいな形なんですけど、この、琴坂野の御事が祀られてますけど、一言主の神ですね。かつらぎ一言主の神社ってね、ありますけど、かつらぎだとね、竹の内宿根の光栄というか、その後の一族なんで、まあ、ちょっとですね、そこら辺不明なんですけど、琴坂野と一言主って何か関係があるんじゃないかみたいな説とかもあってですね。まぁ、ちょっとそこは明確ではないんですけど。だからそういう熊野権現系、まぁ、かつらぎも関係してたら、まぁ、やっぱり竹の内系の神社なんだろうなと思いますね。ここにね、戸籍碑を建てた、なんか、で、竹内ってね、もちろん見えましたけど、ちょっと字がはっきりしてなくて、この後ろがですね、竹内農村公園といって、なんか公園があるんですけどね、ポッと行ったらもう子供が二人いて、で、太陽も綺麗ですね、ほんと。
この後ろになかなか普通はね神社にお参りってこう裏の方とかにお参り行かないと思うんですけど、まあ祠がいろいろあってですね、まあもともとここに祀ってた祠とか結構祠が小さいと神社小さいかと思われたりするんですけど、全然こんなもん逆に重要だったり偉い神様がこういう祠であったりとかするんですね。で、多分おそらく周辺にあった地区のいろんな神社がここにこう合わさって合祀どんどん、まあ、今いろんな神社でねそういうことはあるんですけど、ここに祀られてて、あ、やっぱ竹やぶがいいですよね。なんかほんと、このなんかね一個一個に意味があってたくさんの人が関わってそれは現在こうやって祀られてあると。だからこの後ろのなんか広場があるっていうのは割と古墳の横に広場というか、結構多くの人が集まりそうなスペースがあるパターンっていうのも多いんですね。だからまあなんかこの景色のね話の良さとかもね、セキュリティというかなんかこう戦いの時に守ったりするには絶対いい場所だと思うんで、まあとてもいい神社、まあ定例とか掃除とかしっかりされてそうな感じがする神社ですね。こちらの鳥居をくぐると、このなんか岸にですね、なんか、まあ、古代の遺物というか、そんなすごい苦労してないんですけど、ね、なんかまあ一応注意を払ってみてですね。だからこの、ね、いわゆる長髄屋とか行って、神社とか行く手を洗うとかあるじゃないですか。ああいうなんか、四角桶みたいな石でできたものっていうのもね、そう簡単に作れないっていうかね、で、作って多分おそらく何年も長いこと置いてあるんでしょうかね。で、まあ一番最初の鳥居のところに戻っていきますけど、ここはね、やっぱり見ての通り、急な坂になってて、で、まあこういう竹やぶもあって、こういう、なんか、まあ、地域をお守りする神様って感じですよね。縄文時代。謎めいた土偶の歴史ミステリー貝塚。宇宙服のような大パーツ？ショーツ。驚きの事実、50年前の論文に隠された古代部族の謎前編。ご視聴ありがとうございます。前回参加に関するライブ配信をやってみて非常に好評だったというかですね、まあなんか参加に対する興味関心というのがこのチャンネルを見ている方々にすごく強くあるというかようなんで、今回もまあその引き続きちょっと参加に関することをやっていきたいと思います。で、このチャンネルはですね基本的に考古学とかいろんな、今回はまあ民族学の方になりますけど、論文とかですね、なんか何かしら学術的な資料を土台で知ったことというのが土台で古墳とか
古代遺跡に行って説明していることがほとんどで、まあ、それかもしくはあの地元民というか、まあ、あの人から聞いてもともと知っていたことだったりとか、あとやっぱあの神社の氏子なんで、やっぱ先祖代々いろいろこう神道に触れて知ってきたことというのもありますので、まあ、そういうところとかですね、あの、まあ、本当になんかその自分の思いつきとか自分の願望というか、そういうものは基本的に排除してお話してるんですね。なんか言いたいことを言うみたいな、多分おそらく YouTube ってそういうのが強い場だと思うんですけど、あの一般の社会ってそうじゃないと思うんですね。 あくまでこう必要なものをね、必要な知りたいこと、皆さんの世間の知りたいものにちょっとあの答えていくというか、そういうスタンスでやっておりますんで、あの最近あまり今もいるんですから、モノモンスケ YouTuber とか言ってなんか有名な人のこれに対してモノモンスみたいな動画が、私が見てないのかもしれないですけど、なんかそういうのがね YouTube とか強いのかなって感じはするんですけど、ちょっと私は全然そっち側ではなくてですね、むしろそんなに言いたいことはなくて、で、まあ、今日もですね、この学術的な論文ですね、お土台に参加について、説明していきたいと思っています。それではよろしくお願いします。あ、この鳥海先生という方がいて、で、まあ、参加というのがですね、本当にあの世代によって多分持ってるイメージとか知ってることが多分だいぶ開きがあるというか違いがあってですね、どちらかというと最近参加を知った方、最近というか、まあ、ここ数年というか近年知った方っていうのは多分参加に対してもう神秘的な古部族、古い民族、部族っていうイメージで、なんかこう古代からのこう風習とか生活の様式が残っていた方々が現代を生きていて、すごくそれがなんかあの不思議というか、なんか魅力的、なんかあの美女が多いとか、なんか特殊能力があったとか、なんかいろんななんか逸話があるんですけど、まあちょっとあのね、その結構上の世代の方ですかね、上の世代の方になると、なんかあのいろんなそういう、まあちょっとその参加の意味がですね、またいろいろ混ざってるんで、そういうなんか過去にあった問題とか差別的なことってのもちょっとなかなかいろいろ複雑な面があるんで、ちょっともうそこに関してはもう基本的に触れません、このチャンネルでは。私タブーと言ったらあれですけど、必要がある範囲では説明したいと思いますけど、あくまでちょっとこういう古代が好きな人にとって、あくまでこう歴史的資料として扱っていきたいと思います。それで今日この扱うですね論文は、この考古学に関する別府大学考古学会が発行しているですね、冊子に含まれてたものです。昭和48年1973年なんで49年前なんですけど、約50年前ですね、約50年前に、で今2023年なんで1973年だったら約50年前に発行されたものです。で、まあ、その鳥海先生というもう本当にすごい方ですね、まあ、優秀といったらちょっと失礼というか、まあ、ある意味神様のような先生なんで、ちょっとね、優秀といったら失礼かもしれない、ものすごい優秀な方なんですけど、私の父もそうなんですけど、私の父も、まあ、地質学なんでちょっと分野が違うんですけど、要はこういうなんか学問的なことというか変わったことをこう地方でやってたら、やっぱ奇人変人扱いされるというか、私の父にしても後々こう国立図書館とかいろんなところで論文がこう扱われたりとか、まあ、名だたる帝国大学、京都大学、九州大学とかでもう歴史としたこう研究資料の一部として扱われるようになるぐらいの論文を父も書いてたんですけど、やっぱものすごい奇人変人扱いというかですね、もうなんかやっててね、なんか悲しくなるようなこともありながらですね、けどやっぱりその自分の知的好奇心というか欲求というか知的欲求というか、そういうのをこう求めてね、好きでやってきて、それがまあこの鳥海先生と論文にしても今につながってるってわけですけど、まあ、なんか YouTube とかだとね、なんか
いろんな人のねコメントとか見てて思うんですけど、なんかそのやるべき人、やって当然の立場の人がこう正しいことを広めるためになんかやってる場というよりも、本来は多分好きでそういうのが出したい人が出してるんだって、本当に偉い先生みたいなと基本的に動画とか当然こういうところに出さないですし、話を基本的にしないする必要がないじゃないですか。あのしかるべき場所というか、普段のその先生のいらっしゃるあのいろんな場があったりその、ね、するわけですよ。話をする場だったりこう文章を発表する場っていうのがあるんで、基本的にこう YouTube にいないんですけど、今日なんかそういう人たちに対してこう指摘するかのような批判みたいなのを YouTube の中でちょくちょく見るんですけど、なんか、まあ、そうではなくて、まあ、あの私にしてもですね、本当にこれが好きでこう、ね、その中でまたこう、ね、人の役に立てればね嬉しいじゃない、そんなスタンスでやってて、で、まあ、多分おそらくこの鳥海先生にしてもこの50年ぐらい前の段階で、おそらくもう今調べなければもう何も分からなくなってしまうじゃないですけども、資産家の姿をもう徐々に見なくなって、徐々にというかかなりもう見なくなってきてた、あの痕跡が消えつつある頃だったんで、あの多分そこでこう真剣になって調べたということがあると思うんで、で、まあ、本当このチャンネルの、ね、目的の一つでもあるんですけど、やっぱりそういったこう今なんか失われつつあるものですね、特にやっぱ田舎の方とかってあの後継者がいろんなところでいなくて、本当になかなか今までこう伝わってたことがだんだん、ね、未来に対して伝わりづらくなってきている状況というのがあるんで、まあ、そういう意味合いもあって今回の話も進めさせていただきたいと思います。さて少しずつ本題のですね、論文の内容に入っていきますけど、まずですねこの自然物の採集に依存する生活の中で住生活についての様相は農耕生活などの住業のそれと比較してみると両者の間には著しい隔たりがあるであろうことは当然推測されるところであるということで、要はですねもう自然にある木の実とか植物とかそういうものを取ってると次第にできなくなってる、まあ、あの畑作野菜とかでもそうなんですけど、同じ畑で同じ野菜で作り続けられないんですよ。あれ不思議で、要は畑でこう一個野菜をなんか作ってたら何年か作ったらもう他に移さないと、他に畑を場所を変えないと作れなかったりするんですよ。移動というか、まあ、入れ替えというかしていかないとできなくなっちゃったりするんですけど、だからそういう木の実とかそういう自然のものにしても毎年同じところで同じものが取れ続けるかといったら多分違うと思うんですね。だから求めてそれを移動していくってなると、場合によってはやっぱその住むところも変えてそれを取りに行かないと取れなかったりとか、まあ、大変でもあるし、逆にその何でしょうね、なんか私のなんか友達とかの放浪癖とか自分で、まあ、冗談で言ってこうなんかいろいろさまようのがさまようのが好きというか、なんかいろいろ場所を変えながら寝泊まりというかあのして、大学の頃の話ですけどね、なんかそういうねえなんか青春18切符みたいな、なんか電車に乗って日本中をこう安く回れるような、本当にそれをなんかあのそういうの楽しかったりもね、まあ、私はあんましなかったんですけど、そういう憧れというかですね、自然にこう親しみながらこう移り住む生活ってなんか現代人からしてみるとちょっとなかなか現実的にちょっと考えづらいじゃないですかね。えその違いと農耕生活、まあその田んぼっていうのは逆にもうしっかりここがこっからここまでがうちの田んぼで、ここからここまでが誰それさんちの田んぼとか、なんかしっかりそこは決まってて、でもね田んぼをこう耕すというかあぜ道とか作って田んぼの形にして、でまあ毎年田植えをしていろいろこうやっていくことがあるわけじゃないですか。で、まあ、稲刈りで収穫してっていうサイクルも1年のこういつ何をするということもある程度決まってて、で秋になったらこう収穫祭というかもう緑の秋ですよね、米が取れるみたいな、そういうサイクルもしっかり決まってて、同じ田んぼ同じ土地で住み続ける人っていうのが、まあ、その後もずっと、ね、主流になってくるというか、要は米っていうのはあの備蓄ですね、あの取っておくことができるんで後々こう食べるものに困らないというか、どうしてもやっぱりその自然のまあ自生
あの自然と生えているものですね。そういうのってあの今年はこれが取れないというか、逆にこれが多すぎるとか、多すぎるというか大量というか豊作だみたいな、なんかすごいなんかまちまちというかね、アンバランスというか波があったりとかもするんで、その違いがまあ後のこの社会のね変化とともに変わってきて、法治国家、法律で定める国になってて、それ戸籍とかもみんなそれぞれ基本的には戸籍国籍があって、住所がないと就職もねできなかったりとかね、あのアルバイトとかにしてもできなかったりしますから、そういう時代に入ってきた違いっていうのが まず一つそこが大きいってところですよね。で次の行というか、旧石器時代はもとより縄文時代においても堅牢な建屋式住居が一般化する中期、それ以前における住居の貧弱さは中期以降のそれが農耕生活を前提とはしないにしても極めて顕著な現象で、縄文前期以前のそれは一箇所に居住する期間は数年あるいはそれ以上といったようなさほど長期にわたるものではあるまいと想像される。要はね、しっかりした木の大きい木の柱をボンボンボンと立ってあって家の土台があってね、でそのようにできてるしっかりしたものというよりはどっちかというとこうかやぶき、かやなんていうの、わらみたいな、それこそ他で作るね種類の住居とかもあったりしますけど、他でこう立てて作るものっていうのはもう本当作るのも割とそんな短期間だし、そんな材料もいらなかったりするし、逆にこう壊れるのも早いというか、というのはやっぱり そこに長くは住まなかったから、そのレベル感で必要な住居だったというか、あくまでこう必要な範囲でこう家を作って住んでて、必要があればまたこれどんどん移っていったみたいな、そういうところですね。こちらの論文ではまあ人類の凍結利用の住居、ヨーロッパ旧石器時代にそれに代表されるごとく極めて普遍的な現象であったと考えられている。本当に洞窟洞結とか、あと古墳時代に横穴墓とかでもそうなんですけど、結構もう中世江戸時代とかに入ってもですね、人が住んでたことってちょくちょくあるんですよ。なんかいろんなの調べてて古墳時代これ6世紀のなんか横穴坊とか行っても、その数百年後になんか人住んだりとかいろいろ使われてたりとか結構世帯する場合があってですね、場所にもよるんですけどね、割とこう人が近くにいてこう見やすいところにあるようなの、多分そういうことが結構起きてて、割とそういうのいっぱいあったりするんで、人によるというか場所によるというかね、なんか横穴坊もまたその貴重なタイプであったりとか貴重な扱いを受けてたものと、なんか割とこうすごい庶民的というか親しまれてきてて、でまあ場合によっては第二次世界大戦戦時中に防空壕として使われてたとか、それが先祖に当たるような方で、やっぱその横穴坊を作ってご先祖様のに守られるというか、太平洋戦争の時でもなんかそういうね、防空壕として使うことで守られてたという、すごいですよね。やっぱ先祖というかね、自分にとっても子孫とかもし何かあれば、その守ることができるんだ、守りたいし、助けていただけるんであれば助けてほしいじゃないですか。そういうところとかも含めてですね、やっぱ洞穴洞窟っていうのはやっぱすごく考えますね。本当今でもねしっかり形があったりしますし、でまあけどそれがですね、農耕定住生活に入って以降は民族学的な主権に照らしてみても次第に稀有となり、まあだんだん珍しくなっていった、極めて短期間でそれも特殊な利用であったということができよう。だから洞穴洞窟に住みとかもだんだん珍しくなってきた。定住するんであればしっかりとしたやっぱ建物が必要で、住むところもそうだし、多分米の保管とか考えたら通気性がいいというか、米を長期間入れられるような小屋というか納屋というか、あぜ蔵作りとかそうですね、床があれ地上から離れてて風通し良くなってるというか、まあ極めて移動性の高い生活構造で、特に語学上家屋にせよ洞穴にせよ、それぞれの調査はおいおいと類例を加えてきたものの、それぞれがどのように利用され、また家屋と洞穴の相互の関係がどのようなものであったかについて、その実態は明らかでないと。まあその明らかでないからこそ、多分おそらくこの鳥海先生はこの時点でまだいらっしゃったね、その場にいた参加の方にですね、直接ちょっと確認してどういうものかもっと知りたいと、具体的に古代の人々がやってたことってある程度なんか
形を変えて現代に残ってたり、なんか直接的にそれすぐちょっと分からなかったりするんですけど、とかなんか特にね、神社とかの氏子制度って言ってピンときますかね。なんか今時氏子も多分あんまり知られてないんですけど、要はなんかその神社の地区で生まれ育った人はもうそこの神社の運営のお手伝いをしたりするメンバーみたいな、それってもうなんかある意味現代的に考えたらもう職業選択自由もないというか、まあけどその職業としてやるわけじゃないんで、あくまでそのなんか地域の奉仕活動的なものですね。どっちかといったらやっぱ近くのこう道路のゴミ拾いじゃないですけど、そんな大それてね人の役に立つようなことでもすごいことでもないんですけど、やっぱ必要なことじゃないですか。でやっぱゴミだらけになってるよりも綺麗な方がいいんで、でまあちょっと、話をします。いろいろ分かることがあったりとか、伝わることもあったりとか、あとそういう文章等の資料ついた方からまた分かるんではないかというところで、困難なことも多いけどそれがまあ分かるだろうみたいなところですね。この調査に期待するところもまた大きいと、今後の、この時はおそらくこれから参加の調査をするってことだったと思うんですけど、以上のような意味から現代まで極めて自然に依存した生活と短期間の住居構造、凍結利用住居というような原始的な生活を営んできた参加の住生活の調査は、今後の考古学的研究の多少の参考となりはしないかと考えて取り組んでみたのがこの小報告である。小報告とはいえちょっとなんかすごい先生がバシッとこう芯をつく、ね、論文なんで、全然ちょっとね何の気なしにこう、ね、普通の人が書いたものとは違うんですけど、小説などによって猟奇的な面のみ取り上げられ、一般からは極めて誤解され、この時点でもやっぱ誤解されてた面があったみたいですね。ちょっとその参加の小説が今時読んだことある人少ないと思うんですよ。だからその例にまつわるイメージとかっていうのも最近の人は知らないというかですね。で特に竹細工に優れた技能を伝承し、農具の民の製作や修理を中心に、こういうところですよね。やっぱ竹細工ですよ ね。これがちょっと私自身も現時点現在でもありますんで、ちょっとこれまた別の動画でですね一個一個紹介できたら、一個一個というか若干ね私もちょっと聞かないと使い方がわからないところとかちょっとあったりすると思うんで、ちょっと確認ちょっと事前にしてみてですね撮ってみたいと思います。で川坂を名を取ったりとか、そういったところからで、ちょっとここら辺はですねちょっと差別的な誤解を生むかもしれないので、ここら辺のことはちょっと全部伏せときます。なんかいろんな名で呼ばれてたと、そのぐらいちょっとまちまちだったわけですね。で、人別上にも乗らない先民としての扱いを受けていた。ちょっと先民って概念がもう現代人ないですよね。もうみんな基本的に平等で。差別のない世の中を目指していくっていう仕組みの中で、その住居は極めて高い移動性のためにセブリ、トベ小屋、これはまだ割と一般的に知られている言葉だし、別に逆にこれ言わないと説明がつかないかもしれないんで、ちょっとセブリ、トベ小屋って入れますけど、天幕や仮小屋に住み、仮小屋っていうのがまた天皇とか仮宮って書いて、なんかその住居をありますからね。お祭りの途中でも仮宮って書いて、安宮とかいろいろちょっと読み方あるんですけど、古代天皇家、大きみ家みたいなのも流れの感じがすごくするんですよね。そういった意味でも、で場合によっては凍結をも住居に利用するが、その一箇所の住居居住期間の多くは多くの例で1、2ヶ月長い例でも数ヶ月を超えないと、数ヶ月単位とかでやっぱねちょっと住んでると変わってくるじゃない。ちょっとね知り合ってたとしてもそんなにちょっと毎日会うわけでもないでしょうからね、わからないまんま、なんかいなくなったんだみたいなこともあったんですかね。そうですね、だからそのさっきのその古代天皇家って話ですけど、最近割と聞かないですけど、私いくつかですねなんか文章なりでいろいろ見たのが、要は参加というのは神武天皇統制の時に、で特にまたこの高千穂とこの辺近いんで、神武天皇統制の時にこの辺に住み着いた人たちだみたいな説があって、だからそういったところの参加だった方というのは、なんかいやもう我々はねわしらは
人物さんが動いた時に一緒に動いたんじゃみたいな感じので、わしらこの辺住み着いたんじゃみたいな感じの言ってる文章を私以前見たことあって、でなんか実際ですね、高千穂神社ですね、神社の格がすごい高いというか、まあ、神道的な神様的な序列でどっちかというと高いですけど、その高千穂神社の分社が正式な分社ですね、そのこの九州山地の場所にあったりとかしてて、今もなんかそれで交流があったりとかしてて、あ、不思議だなってことびっくりしました。なかなかその分社っていうのは御分霊といって、なんかそのある程度ですね、神社でそういうなんか道具を買ってその分社にを作ろうと思えば作れちゃう面があったというかですね、まあ、ちゃんと御霊入れといって神事をしないといけないんですけど、だからなんか割とポツンポツン同じ名前の神社ってあったりするじゃないですか、まあ、だからどういった経緯でできたかっていうのはその神社それぞれなんですけど、だからなんかそのレベル感、そんなになんかすごい正式な、なんか今でも高千穂神社の神官さんが来てそういうお祭りとかに来るとか聞いてすっげえとか思って、だからなんか妙にその神武天皇統制の時になんか住み着いたみたいな、なんかね、だからね、ポツポツそういう話があるんですよ。神武天皇統制の時にこの人はここに住み着いたとかここに来たみたいな、いくつかあるんです本当に。だからそういうのを本当積み重ねていくと、あ、絶対これ嘘じゃないよなみたいな印象っていうのは、いろんなところ、不思議なんです、それが昔から。本当だから私も逆に最初本当なんかなと思ってたんですけど、だんだんずっと調べていくと本当としか思えなくなってきてですね、はい、事実の積み重ねってことですね、まあ、もうそれは科学ですかね、なんか漠然と科学的とか言いますけど、本当ある意味些細な事実というかね、実際あることの積み重ねで自動的に証明されるんですよ。自分がこれが言いたいとかじゃなくて、自動的にもうこれはもうこういうことだろうと理解してしまうようなことですよね、はい。第2位、神回、すごい発見がありました。古代史竹内睦弘むっちゃん先生、第73世竹の内の宿根に捧げる衝撃のヤバい展開、古代遺跡。この動画は速度を 10% アップしてお送りします。第73世竹の内宿根、竹の内睦弘先生に捧げる。のつはる、すごい発見がありました。ご遺族にも確認を取り、すごい発見だと認めていただいたので動画にします。ある意味24時間365日古代に関することを調べたり考えたりしているのですが、そうすると情報と情報が無意識につなぎ合って、あれこれって関係あるんじゃないかと自然に気づくんですよ。気づくまでに膨大なエネルギーが必要ですけどね。のつはると竹の内宿根の関係を調べていたら、この不思議なのつという字を見つけました。こののという字は竹内日合体させた字。関連性を紐解いていきます。ここ竹の内の文字、地図上のバス停の位置、ここには矢貫神社かっこ竹の内神社があります。周辺には公民館や農村公園、公民館、神社、遺跡は何気にセットだったりします。組み合わせが違っても近くにあることが多い。大分には竹内宿根に関する伝承がいろいろとあります。代表的なものを大まかに紹介すると、1. 笹本神社、文豪の国一宮である笹本神社に竹内宿根が祀られており建立に携わった。
朝鮮半島への三冠征伐の時に人流皇后が立ち寄った。三冠征伐は神宮皇后が中愛天皇の没後に新羅に出兵し、朝鮮半島の広い地域三冠を服属させた伝承です。核神事や核の儀式では6年に一度の大規模大名行列が行われます。王神天皇の祖として梼原八幡宮に勤める竹内つくねが核神事に帰ることが発祥。核神事には阿蘇の滝が立つのみことも祀られているので、ある意味大分と阿蘇の神様が一堂に会する珍しい祭り。しかも古代遺跡古墳が多いあたりを通過しますね。これらの伝承を聞いてマニアとして思ったのは、神宮皇后竹の内のすくねの一段は神武天皇統制の時みたいに8年とか何年か住んでたりしたんですかね。神武天皇統制は高千穂から何年かおきに移動して奈良大和についていますが、現代の移動とは違い、移動の安全や領土の統治を確保しながら進んだのかもしれませんね。三冠征伐で大別れした大分八幡宮が福岡にありますが、朝鮮半島から福岡、大分から果てなの順で移動したのか、神宮皇后竹の内の宿根、おや王神天皇皇という流れもあるし、竹の内の宿根が世襲制で代替わりしながら勤める人たちが複数いたなら、長期にわたって何かのつながりが続いた可能性がありますよね。この後の時代でもなんでこんなところが皇室と関係あるんだと思うようなところが大分、九州には多々あるんですよ。しかもそれが知られていない。そもそも三冠征伐の前に九州熊襲征伐に来たのが先ですしね。そこで神宮皇后の夫中愛天皇が亡くなりましたが、さらに遡ると竹の内の宿根は景行天皇の頃にも使えてたわけですから、九州には詳しかったはず。さて話はのの字の件に戻ります。この字には違う字体がありますが、同じ扱いで良いそうです。さてここで問題です。こちらの漢字は何と読むでしょうか。答えはしっぺ返しです。しっぺとは竹の棒のことだそうです。このの字は矢の竹の部分、矢柄、矢だけの古名だそうです。先頭の方に矢尻があって、野口からのが始まって、ほぼそこからはほぼ全体を指すみたいですね。そしてこの野津春にはなんとこの竹屋という地名と矢の春という地名があるんですね。つまり矢にちなんだ名前、竹にもちなんだ名前ですねがあって、この竹屋に至ってはこうやってですね、道路沿いになんか竹やぶというかこの竹がですね残ってるところがなんかドーンとあるんですよ。それこそ竹の園みたいな。先日日本史の研究所の杉原先生
第73章、武田氏の作り上げた武田。武に関して貴重なことを教えていただきました。一部が続いとなります。武は天皇家を象徴する文字。古代より天皇家のこと、武田様を取り入り、初代武田氏の作り上げ頃は、武を操る資格のようなものだった。武は食料、武器、器、医療などに使えるものとして、天皇家にとって貴重なものだった。有事の時は、松竹梅だとも言っていた。そういうことからも、武や武の字には、深い意味が込められている、そうです。本当に立派な竹山ですよね。九州山地の古墳、古代遺跡に行く途中で、こういった竹山にはよく遭遇するんですよ。そして、最近だとですね、個人的に鳥の罠を仕掛けたりしたことがあったりして、昭和の頃ぐらいまでは、手作りの竹の籠や竿といったものが使われていたんですね。ですから、先ほどの竹の園の話もですね、すごくリアルなこう、実感のあるところで話を受け止めた感じがあります。おののの字は、訓読みで、へら、くし、と読みます。鳥取県にのずという地名があります。こちらののつ、実は、の図文語の紙から来てますね。文語は大分県のことです。野津氏の説明文で、野津春と同じ野津の字で、野津氏以前の野津氏についてあまり詳しく分かっていないそうですが、文系統には名が残されている野津氏だが、一族の中で実名や活躍が詳しく伝えられている人物はほんのわずかである。最も有名なのが野津文語の神安忠だということなので、関係ありそうですよね。実は東京教育大学による鳥取県の言い伝えの記録では、ヘラス文語の神となっています。読みを間違えてますよね。しかし、この記録のおかげで、私は、の図文語の紙について確信が持てました。古代関連は、間違っている記録ですら、ありがたいことが多いんです。記録がないですから。言い伝えの内容も、家来の一人が戦死し、戦死した場所の地主様を祭り拝むようになり、村祭りの翌日に、野津氏側の氏神の神主が来るようになったという内容で、いわゆる、野地の権力者が何かを書き換えたものではなく、事実に基づいた内容なので、信憑性があると判断します。竹之内神社は別名矢抜神社。名前が独特ですよね。日本で唯一の名前。いろいろ調べたんですが、矢抜きはどちらかというと、射抜くみたいな語感のようで、矢抜きという名字で、戦国時代の弓矢の名人の子孫という事例もあるそうです。焚き火。古代ののろしを思い起こす。さて、ここからは古代旅。絶景体感、景色動画となります。やっと本領発揮の時間になりました。一旦停止して、ここから見える地形を確認します。唐突にもこっとある感じですね。参考までに古墳と比較。実は、この辺りに黒山遺跡という縄文時代の遺跡があります。黒山遺跡は昭和41年に調査が行われており、縄文土器が出土しているのですが、実は黒山遺跡第二地点で
弥生時代の箱式石棺が出土しています。これ分かる人には分かりますよね。最近吉野ヶ里遺跡で発掘された石棺に似ていますよね。もしかして卑弥呼？邪馬台国？なんて思いますが、こちらの黒山遺跡の石棺も骨しか入っていなかったそうなんですが、吉野ヶ里遺跡の石棺も中身は特に発見されなかったということで、副葬品、棺に物を入れることはしていなかったんでしょうね。骨に関しては長い年月を経て土に還ることもありますし、そもそもこの黒山遺跡が知られてないから、似てることに誰も気づいていない。弥生時代の組み合わせ式石棺、黒山はかつてのあざ地名です。黒山遺跡の黒、宇佐神宮に黒尾神社がありますが、竹の内の宿根が祀られており、黒は竹の内の宿根を表すそうなので、これもまた矢貫神社、竹の内神社から黒山遺跡までの地形を調べると、急に標高が低くなるあたりなんですよね。これは実は以前から気になっていたんですが、縄文海進、いわゆる日本の海岸線は現代とは違っていて、今よりも陸が狭くて海が広かった。最終氷期以降は氷が溶けて海面が上昇していたんですよ、約7000年前で。こちらの黒山遺跡も縄文早期前期のものなので、時期も一致してます。弥生時代になれば陸がもっと広くなってそうですしね。縄文海進シュミレーション、現在の海抜1メートルまでが海の状態だとあまり変わらないですね。海抜60メートルだと地形がだいぶ違いますね。竹之内神社は海抜60メートルだと目の前は海、黒山遺跡も海が目の前になります。まあ現代よりも海が近かったということです。参考にした海抜60メートルはいろんなシミュレーターで出てきた数字であり、東日本大震災では40メートルの津波が最大だったそうなので、現実的な最大値プラスアルファだと思っています。竹之内神社、3段あるうちの2段目を確認します。舗装された小道があります。このように陣取ったか、大きな岩盤、しっかりした土台の上に建設されてますね。反対側からの確認、遺跡感ある。こちらも3段ありますね。反対側と同じようにあるということは意図的に建設されたかもしれない。この方向に宮脇というバス停があります。宮の脇、宮のそばにあるということですが、宮竹之内神社のそばにありますよね。竹屋にある竹やぶから、竹の園ですね。2倍速再生にします。宮脇、矢貫神社、竹之内神社。さて反対側から1段目を通過します。橋を渡ります。川底が浅くなっています。
生活用水として使われたんでしょうね。矢吹神社、竹之内神社。下流の川は深い、落差のある滝があるぐらい。川がセキュリティになってますね。参道プラス城下町、町を守り、お宮につながる。入り口はこうなっています。簡単に入れない感じですよね。戻って一段目の続き。厚い看板が確認できますよね。いよいよ、竹之内神社へ。まずは、会釈。神社の境内は、こちら。この日は晴天に恵まれました。少し離れてみると、傾斜が急なのがわかりますね。地図では伝わらない立体感。地上で見てわかる立体感。急な角度は、ピラミッド的に感じます。この日は日光が差し示しているように感じました。これを見て思い出す。やっぱりそうかなと思ったんですが、古代の銅鏡がどのように使われたか。光を反射して模様を映し出す。魔鏡という現象があるんですが、もっと実用的な使い方があるんじゃないかと思っていました。いつも古墳に行くたびに気になっていたんですが、古代の人たちはどうやって直線の道を作ったか、不思議だった。日光を高台から銅鏡で照らして直線を示した。三種の神器、鏡、剣、勾玉。剣を地面に刺して勾玉を吊るし、垂直、平行を測った。古代の町づくり土木工事は、そういうのがないと、できそうに、ないんですよ。神社は高台にあることが多いです。工事の後の土が、古墳に使えるし、竹之内神社の近くも町づくり土木工事がされてますよね。太陽が照らす。天照らす。さて、いよいよ竹之内神社の、正面の参道ですね。こちら見てわかるように結構高さがあってですね。まあなんか現代的な感覚で言うとこう、交通の便がいい場所っていうのはこう、平らにね、こう入りやすくなってるもんなんですけど、おそらくこの神社が、山城的な性質というか、古墳とかもそうですけどね、簡単にポッとこう、上がれないようになってるというか、逆に山城として、ここに外打つとしたら、逆にこう、なんか急になってて、入り口が狭い方が防御しやすいじゃないですか。で、まあ、左右にこのように竹があったりして、竹の内な感じですよね。すごいなって。で、竹の内神社って鳥に書いてあるんですよ。ですから、まあ、ネットで検索すると矢吹神社で出てくるんですけど、実際多分何も知らなくてここに来たらもう竹之内神社としか思わないですよね。で、このようになっていて、で、まあ、周囲がこのようになんか竹とか木で囲まれてるんで、もしここにいても外からは見えないというか、ある意味この、まあ、屋根もないですけど、一つの建物みたいな。で、この、ねえ、この柱二つが本当なんか古代遺跡感をすごい出してますよね。古代イスラエルの神殿みたいな、本当。でこちらは大東亜戦争の記念碑で、まあ、矢吹神社自体がこう、勝負、勝ち運の神様みたいな話があるんですけど、立派な石碑があって、まあ、大東亜戦争の時に、勝利をこう祈願したというか。で、こちらの竹はなんかもっと太い種類の竹がある竹やぶですね。まあ、なんかあそこに、シュロといって、こうなんか
ヤシの木みたいな、南国にあるような、これって、あの、西日本とか台湾、韓国も南部とかですね、そういうところにあの生えてるものなんですけど、これって、まあ、葉っぱがこういう形ですけど、まあ、扇みたいな感じですね、内輪というか。で、使って、あの、神事の時に使われたっていう。で、竹が美しいですね。立派な竹があって。星マークは大日本帝国陸軍。この鳥居が正面と後ろから見た感じですけど、後ろから見るとだいぶね、鳥居な感じがしっかりしますよね。左に、これはなんか手を洗う手水っていうか、あそこに水が入っている時は、あそこで手を洗ってたんでしょうね。なんか、古代遺跡に来たって、ね、景色がすごくいいんですよ。ほんと、夕暮れ時でしたが。このように、こちらはまあ、神楽とか待ってそうですよね。広さがあって。こちらが拝殿になりますね。なんかあれですね。こういうふうに見てるとちょっとなんか私も言葉をなくしちゃうというか。やっぱなんかこの高さですね。段差の高さっていうのが、もっと古墳とかで、こう、偉い人、というか偉い人の古墳とかすごい高さがあったりするんですね。こちらなんかあの、氏子の方のちょっと名字のところだけ、ちょっと一部撮ったんですけど、この中には、竹内さんって人いなかったんですよ。それがまた不思議で、まあ、あの、後の人たちは、何らかの事情で別の名字を名乗ったのか、ちょっとま、不明ですけど、この土手というかですね、盛り土が正面こう今、綺麗にね、緑にありますけど、これも若干なんかあの、人工的な感じがするというかですね、祭神は、菅原神であったり、早玉尾の御事、イザナギの御事、琴坂の御事になってるんですけど、おそらくなんかあの、熊野権現というか、まあ、伝説によると古くから権現様として祀られてたということなんですけど、やっぱ熊野権現系の神様というか、早玉尾の御事とか、菅尾の御事っていうのは、熊野権現の中に一緒にまあ、あの、祀られてる神様なんで、そっち系だったんだろうなと思いますね。まあ、いわゆるあの、熊野神社とかね、あの、ありますけど、要はあの、権現様というのが、仏様があの、神の形をして現れた、みたいな形なんですけど、この、琴坂野の御事が祀られてますけど、あの、一言主の神ですね、あの、カツラギ一言主の神社ってね、ありますけど、カツラギだとね、あの、竹の内宿根の光栄というか、その後の一族なんで、まあ、ちょっとですね、そこら辺不明なんですけど、琴坂野と一言主って何か関係があるんじゃないかみたいな説とかもあってですね、まぁ、ちょっとそこはあの、明確ではないんですけど、だからそういう熊野権現系、まあ、カツラギも関係してたら、まあ、やっぱり竹の内系の、あの、神社なんだろうなと思いますね。やっぱりね、あの、戸籍碑を建てた、なんか、で、竹内ってね、文字が見えましたけど、字がはっきりしてなくて、この後ろがですね、竹内農村公園といって、なんか公園があるんですけどね、ポッと行ったらもう子供が二人いて、で、太陽は綺麗ですね、ほんと。この後ろになかなか普通はね、神社にお参り行ってこう、裏の方とかにお参り行かないと思うんですけど、まあ、祠がいろいろあってですね、まあ、もともとここに祀ってた祠とか、結構あの、祠が小さいと神社小さいかと思われたりするんですけど、全然こんなもん、逆に重要だったり、
偉い神様がこういう祠であったりとかするんですね。で、多分おそらく周辺にあった地区のいろんな神社がここにこう合わさって、合祀、どんどん、まあ、今いろんな神社でね、そういうことはあるんですけど、ここに祀られてて、あ、やっぱ竹やぶがいいですよね、なんかほんと。このなんかね、一個一個に意味があって、たくさんの人が関わって、それは現在こうやって祀られてあるんですよ。だからこの後ろのなんか広場があるっていうのは、割と古墳の横に広場というか、結構多くの人が集まりそうなスペースがあるパターンっていうのも多いんですね。だから、まあなんかこの景色のね、見晴らしの良さとかもね、セキュリティというかなんかこう、境の時に守ったりするには絶対いい場所だと思うんで、まあ、とてもいい神社、まあ、手入れとか掃除とかしっかりされてそうな感じがする神社ですね。こちらの鳥居をくぐると、このなんか岸にですね、なんか、まあ、古代の遺物というか、そんなすごいよく落ちてないんですけど、全然。なんかまあ一応注意を払ってみてですね。だからこの、ね、いわゆる頂髄屋とか行って、神社とか行って手を洗うとかあるじゃないですか。ああいうなんか、四角い桶みたいな石でできたものっていうのもね、そう簡単に作れないっていうかね、で、作って多分おそらく何年も長いこと置いてあるんでしょうかね。で、まあ、一番最初の鳥居のところに戻っていきますけど、ここはね、やっぱり見ての通り、急な坂になってて、で、まあ、こういう竹やぶもあって、こういう、なんか、まあ、地域をお守りする神様って感じですよね。で、正面の方に山が見えますけど、この辺りに、その、黒山遺跡ですね。縄文時代、弥生時代の黒山遺跡がですね、あるんですよ。だから、あっちを向いて作られたというか、今の神社の作りはまあそうなってますよね。だからなんか、やっぱり、あそことは、黒山遺跡とは、絶対関係があるんだろうなと思って、まあ、とてもいい神社だと思います。素敵ですね。磯竹神社、下宮というのがあって、まあ、ここの近くにですね、呉目石があるんですよ。で、まあ、まず、この、ついてみてですね、要はこの神社ですね、横から入るというかですね、入ってって、道路からこう入ってって、まあ、その奥に神社があるわけなんですけど、その拝殿の裏側に、こう、スペースというか、基地みたいなところがあって、そこはまず気になったんですけど、まあ、なんか意外にありがちと言ったらあれなんですけど、ここ本当なんか、遺跡っぽいなってスペースが、まずもう真っ先になんか気づいたというか、以前まあ来たこともあったんですけど、その時に、まあ黒山遺跡って看板とかがあったりとか、そんなになんか知られてる、表向きこう、情報がたくさん出てるような遺跡じゃないんで、なんか私もね、ちょっとこう、行ってこう、探しながら、見てたんですけど、で、まあ拝殿があって、本当ね、神の子だというか、こう、荘厳な、重々しい雰囲気があってですね。で、その隣に、なんか石棺とかですね、いろいろこう、あった、まあ、石棺というか、祠ですね。祠が、あって、
で、まあ、これもまあ、ある意味、竹の内神社とちょっと似たような作りですよね。こういうふうになんかずらっと並んであって、おそらくこの周辺の地区の神社とかいろんなところのが集まってきてるんだろうなとは思ったんですけど、だからその真後ろあたりの景色が、なんかやけにですね、あ、これ見たことあるなとか思って、で、資料ですね、暗闇遺跡に関する、報告書、まあ、論文みたいなのに、写真があってですね、白黒であって、で、それをカラー化した時の景色が、なんか、すごいそのまんまというか違和感なくドーンとあった感じだったんですよ。ちょっとそれは驚きましたね。意外にこういうのって探しに行ってもですね、昭和41年に撮影された写真だったりとか、当時の地図ですね、昭和41年のその報告資料にある地図っていうのは、今と全然道路とか建物とかあるものが全然違うんで、本当これも探すのがものすごい難しいんですけど、割ともう、ここだなっていうのが割と一発で分かったというか、おそらくここで間違いないと思います。実は、この祠がたくさんあるあたりから見えたのですが、あれ？遺跡っぽいな。それでは、黒山遺跡の吉野ヶ里遺跡と似た石棺が出たあたりに移動します。で、もう一箇所ですね、だからその黒山遺跡は最初縄文時代の遺跡を発掘していて、その中途中ぐらいで近くでこう小学生が石棺のなんか一部が出てたみたいな、見えてたみたいな、それをなんかこういじってるうちに中にからこう石棺が出てきたみたいな説明が報告資料にあるんですけど、だからそれをちょっとこの第二地点ですね、その資料には書いてあるんですけど、それをこう探そうと思って歩いてたら、これもまたですね、その白黒写真の中にあった山がですね、山の形、周辺の山の形って変わらないんで、多分それを意識して写真を撮られてあったと思うんですよ。それがあったんで、分かって、近づいた時に、なんかすごい綺麗な花畑があったんですよ。美しいなと思って。そんなに深くは考えなかったんですけど。なんか本当、ああ、ここだみたいな感じで呼ばれてるような気がしたんで、石棺がですね、それがもう親父時代のもので、吉野ヶ里もそうでしたけど、中にはまあ特にこう、明確な分かりやすい遺物とか、そういうものがなくて、まあ骨がね、確認できたみたいな、ね、レベル感だったとか、なんですけど、ここに関してはですね、吉野ヶ里の方はもう骨もなかったですよね。土がこう、ね、詰まってあったみたいな状態だったんですけど、この大分とか九州とか、特に今大分はそうなんですけど、女王国というか、女性のですね、文化時にいる時とか、景行天皇のね、いろんな伝説とかで、結構もう、なんとかの姫みたいな女王が出てくるんですよ。で、だからもしかしたらこの津春のこの方もですね、なんかそういった方だったのかな、みたいな。そういうなんか女王国みたいなのが結構いっぱいあったような感じなんですね、九州って。だって本当にね、近づいた時にもここだって、ここだって、教えられてるような気がして、美しいなと思って行ったらなんか、すごく感動しましたね。で、もう、おそらくその石棺自体はちょっと現状どうなっているのかは、資料にも、なんか、どこそこに保管されるとか、そういうことは一切書かれてないんで、まあ、もしそれはまた、別途また分かればですね、動画にしたいと思いますけど、まあ、まず、場所としては間違いないだろうというところに、なんとか行き着きましたんで、地図がもう全然違いすぎてですね、やっぱ、昭和41年であればね、もう、60年近く前ですからね、ってなると、もう、ほんと全然、特にまた日本がね、高度経済成長期で、どんどんこう、道路にしろ、建物にしろね、どんどん変わっていった時代なので、そこを挟んでるんでね。はい。まあ、そんな感じで、最後ですね、この黒山遺跡に行ってみて、すごく感動しましたね、なんか。で、まあ場所としても、まあ、鵜蔵岳神社ですね。まあ割と分かりやすいところで、
あの景色も非常に良くてですね、まあ、今行って何かあるかといったら多分そんなね目に見えてはないんですけど、まあ、なんかどっか出かけたりとか行ったりするときにね、こういうこと知ってると全然その場所が違って見えるというか、何なんでしょう、なんかちょっとお得じゃないんですけど、なんかね、人生をなんかより豊かに生きることができるんじゃないかなと思いますね。はい、ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは第1位、本物の UFO 映像 UAP 縄文時代の〇〇を撮影したら不思議な映像が映ったわら。タイノハル遺跡、2019年2月にドローンで遺跡を封鎖した時に偶然不思議なものが映り込む。プロペラが映り込んだ直後、それでは拡大してスローにします。もう一度、さらにもう一度、チャンネル登録お願いします。